今日は UFO の呼び方についてお話しします。でそもそも UFO を呼ぶっていう言葉自体がおかしいって思いませんか？だって未確認飛行物体だから物体なんだからね。物体に声をかけて来てくれるわけがない。こんなの常識的に考えればわかるよね。だから、呼ぶときは、宇宙人さん、UFO に乗って、こちらに来てくださいっていうのが本来の呼び方。未確認生物の方、私に会いに来てくださいっていうのが呼び方。この辺をしっかり考えて呼ばないといつまでたっても来てくれるわけがない。まあ、たまたま来てくれるのは向こうが気を利かして、来てくれている。だからやっぱ気を使っちゃダメだよね。未確認生物の方に気を使わせる日本人っていうか地球人は全然ダメダメです。とにかくちゃんとしたおもてなしをしないとね。ちゃんとした呼び方で呼んであげないと、来てくれません。だから呼ぶときは、未確認生物の方、姿を現してください。未確認生物の方、UFO に乗って、姿を見せてくださいっていうのが呼び方です。今回はこんな感じで、ちゃんとした呼ぶにも、やり方があるっていうことを皆さんにお伝えしたかったのです。